エスパのカリナとトップ俳優イジュクが交際中であることをディスパッチが報道し、2人の交際が明るみに出ました。ディスパッチの独占レポートによると、カリナとイジュクは交際中だといいます。2人は1月14日にプラダのファッションショーで一緒に時間を過ごし、そこから交際が始まったようです。カリナは撮影とエスパの公演で忙しいスケジュールの中、ソウルとイタリアのミラノでイジュクと一緒に時間を過ごすことができました。カリナは現在エスパの寮に住んでいますが、時間があれば恋人とデートを楽しんでいるといいます。報道によるとカリナはいつも近所でイジュクと会っていたようで、彼女は夜遅くに彼の家の近くにいるところをパパラッチされました。これに対してイジュクの所属事務所シージェススタジオは、イジュクがエスパのカリナと熱愛しているという噂を認めました。メディア報道機関スポーツ朝鮮と共有された声明の中で、2人は現在お互いを知る段階にあります。イジュクがまだ撮影中である間、彼らを温かく見守り、私生活を尊重していただけますようお願いいたしますと明かしています。またカリナの所属事務所 SM エンターテインメントも、お互いを知っていっているところと公式な立場を明らかにしています。これに対して韓国ネチズンは様々な反応を見せています。とある掲示板にこのニュースが共有されると、人の恋愛を放っておけないのでしょうか、まだ1ヶ月しか経ってないのにひどい、ああ正気の沙汰ではない、オフィスで叫びそうになった、まだ1ヶ月なら友達にさえそのことを話さないでしょう、おめでとうございます。余談ですが、ディスパッチがストーカーだということを忘れていましたが、改めて思い出しました。多くの人は2人の熱愛報道に対して応援するコメントを寄せていますが、まだ知り合って1ヶ月しか経っていない2人に報道が出てしまったことを気の毒に思う人も多いようです。Thank you.